名牛山は、日本の美容家、ハリウッド化粧品ブランドで知られる、ハリウッド株式会社会長、ハリウッド美容専門学校学長、ハリウッドビューティーサロン社長などの洋食を歴任した、山口県豊富市出身、名牛山名としては二代目で、初代は、夫の繊細の牛山春子、山口県豊富市生まれ、豊富市儀芸女学校卒業、昭和四年十八歳で、 単身状況。三年後、ハリウッド美容講習所に入って、初代名、牛山の弟子となり、すぐ美容師として、才能を開花し、純牛山の名で、新聞、雑誌にヘアスタイルを発表し始める。昭和14年、ハリウッド化粧品の創業者、牛山清人と結婚。以来名、牛山の名前を継いで、欧米の最新技術を取り入れながら、日本の美容界を作り上げる一翼を担う。 ニューヨークでは、ローマの休日等を担当したエディセンズにメイクを、レオン・アメンドラーに部屋を指示。その後、日本でも、酵素の働きを、日本で最初に化粧品に取り入れるなど、化粧品の開発も行う。酵素パックは、ハリウッド化粧品の代名詞ともいれる、ロングセラ製品となる。女優の塚田洋子、稲垣美穂子、藤村志保、岩下志馬、小賀野義子、吉村麻里。 岸季子らはハリウッドと共に育ってきた女優人である写真家秋山翔太郎とはお互いデビュー当時からの名優である昭和33年日本がアメリカ式食生活に移行し始めた頃すでに健康食品の開発と提唱を始めこれがライフワークとなる日本の気候風土に合わせた美容法や食事法が大切であるという四季の美容法や チャーミングな個性、トレードマークのお団子ヘアスタイルからお茶の間でも人気となり、笑っていいともいただきます。鉄子の部屋などで活躍、著作も30冊を超えた。また、ハリウッド美容専門学校で長年にわたって指導に当たるなど、後進の育成にも力を尽くした。90歳を超えて、なお第一線で活躍した。2003年には、長年住んだ六本木ヒルズを森ビル。 テレビ朝日と三者合同で開発、ヒルズブームを起こした、2007年12月13日、心不全のため死去、96歳ボー2013年4月30日、生誕日1月25日が、美容記念日として、一般社団法人日本記念日協会により、登録される、牛山春子翻訳、ありがとうございます。